銅鐸って何に使われていたんですかね。解説の霧雨マリサです。大和の遺跡を見る限りでは、西方よりも東方の方が交流が多いことは明らかですよね。白霊霊夢です。邪馬台国を知る上で北部九州と大和を比較することも大事ですよね。コンパク用夢です。今回は大和の遺跡と邪馬台国を題材にしてやろうと思う。ベースになっている書籍は霊によって、この書籍だ。関川久義さんの考古学から見た邪馬台国大和説記内ではありえぬ邪馬台国という書籍です。前回も言ったんだけど、考古学の専門家は邪馬台国は近畿説が主流だと思われがちなんだけど、関川さんは邪馬台国大和説を否定しているわけだ。こういうことをすると考古学の世界で孤立してしまわないか心配になってしまうんですけど、そのあたりは大丈夫なのかしら。実際にウプ主は考古学の世界にいるわけではなく実情は不明なのですが。それでも、こういう本を出してくれることは、個人的にはありがたいことだと感じております。書籍に関しては概要欄にリンクを貼っておきますので、ぜひとも購入してみてください。書籍を読んでみて感想やここが納得できないこの考古学の先生はこう結論を出しているなども教えてくれましたら嬉しく思います。それじゃ、始めていきましょうか。大和の弥生時代の大型集落の規模に関しては、他地域の大型遺跡の内容と比べても大差はないという。弥生時代の大和の遺跡に関しては、墳墓や大型建物も中期の方が後期よりも目立っているんですよね。そういえば、弥生時代の代表的な遺跡である大和の唐子、鍵遺跡の大型建物なんかも弥生時代中期だったよね。弥生時代の代表的な遺跡である唐子、鍵遺跡の土器の内容を見ると伊勢などの東海系が最も多いことが分かった。マキムク遺跡や唐子、鍵遺跡を見ると大和って西方よりも東方地域の方が明らかにつながりが深いってことなんですけど。大和は西方地域では吉備との交流は明らかにあったことがわかるんだけど、北部九州とのつながりは極めて薄いと見ることもできる。大和大国の重要機関である一大卒が設置された場所は、北部九州にあったはずだと考える人も多く、大和大国が大和にあったなら、もっと北部九州の遺物が大和で見つかってもいいと思うんだけど、大和とかは千葉生駒山を挟んで存在しているんだけど、弥生時代を見る限りだと大和と河内では世界観が違うとも感じる。弥生時代だと西方の文化が入ってきても河内で止まってしまい、いまいち大和まで入っては来ない感じなんだよね。古墳時代になれば大和と河内は大和王権の重要な場所であり、一体感を感じることができるんですが。大阪平野を大発展させたのは、仁徳天皇だって話も伝わっているし、和の豪雨の時代も河内は重要地域ですから。さらに言えば、弥生時代の大和を見る限りでは中国製の青銅製品が、ほぼ確認することができない状態だ。弥生時代の大和を見る限りだと、大陸や北部九州とのつながりは希薄なんですよね。弥生時代の大和を見るに鉄器や青銅器の出土に関しても、近畿の中で多い方ではない。唐子、鍵遺跡は弥生時代の最初の方から、古墳時代の前半まであったことがわかっているし、大和の大型集落って安定感は抜群のイメージがあるんだけど、外部の世界と遮断しているように見えるんだよね。大和って、そもそも封鎖地形ですから。弥生時代の大和の特徴といえば墳丘墓が極めて少ないとも言える。墳墓があっても副葬品もほとんど見られないわけですから。弥生時代の大和を見ると副葬品の少なさもあり、有力者の墓もいまいち明確にすることができない。権力者の主張墓が見つからないような感じなんですかね。西日本の弥生遺跡を見ると、北部九州が最も早く現れ銅鏡などの副葬品も多く充実しているわけだ。瀬戸内地方や山陰、北陸など日本海沿岸地域には大型の墳丘墓もあり、王と思われる有力者の墳墓も確認されているぜ。墳墓一つで考えると大和って、かなり異質な世界だってのがわかりますよね。弥生時代の墳丘墓と副葬品は古墳に繋がってくると考えられているんだけど、意外にも大和では繋がりが明らかではない。弥生遺跡の状態を見ると、わからなすぎて邪馬台国との関係を見るのも困難に感じてしまうんだけど、弥生時代の大和って隔絶されすぎてしまっている感じもありますから。大和は銅鐸文化圏である近畿の中でも、出土数や生産において中心地とは言えない。
200年から250年頃の庄内期になると、銅鐸は使われなくなったと考えられているよね。銅鐸に関して述べておくと、紐と振り子を備えた西洋のベルのようなものだ。お寺に吊るしてある鐘は木を使って音を鳴らすけど、銅鐸は鈴みたいな感じで音を鳴らしたと考えられています。非常にどうでもいい話だと思うんだけど、過去に男塾なる漫画があり、人間の頭で鐘を鳴らす修行が書かれていた。それって、民命処方の話ですよね。民命処方には達人の中の達人がやると、40キロ先まで鐘の音が聞こえ除夜の鐘や災害時の警報に役立ったと書かれていたんだけど、当たり前だけど、こんなことをやれば脳天が砕けるだけだと思うので、絶対に真似はしないでほしい。真似する人はいないと思いますけど。銅鐸は紀元前200年から西暦200年までの400年ほど作られたんだけど、どのようなシチュエーションで使われたのかはいまいちわかってはいない。定説だと大陸を起源とする鈴が朝鮮半島を経由して伝わってきて、楽器のように使われたのではないかとされているんだけど、日本では元明天皇の時代に日本でも銅鉱山が見つかり和銅に改元した話があるんだけど、713年に大和国宇田郡において発見された銅鐸が献上された話があるぜ。この時の銅鐸を見た人は、皆がびっくりした話があるんだよね。この話からわかるのは、元明天皇の時代には、銅鐸が何のために作られて使われていたのかはわからなくなっていたということだ。銅鐸を作り続けて何らかに使われていれば、何のために使われたのかもわかると思うんだけど、使われなくなるとみんな忘れてしまうってことなんでしょうね。ピラミッドも作り方がわからなくなっていますし、現在発見されている銅鐸の中で、最大規模のものは高さが134センチもあり、鈴として使うにはあまりにも巨大すぎると言える。高さ134センチの銅でできた鈴を鳴らすって大変だと思いますから。高さ134センチの銅鐸を振ってうまく音を出せるとは思えませんから。銅鐸が巨大化した一つの説がこれだ。キルノちゃん、銅鐸作ったの？うん。でも、その銅鐸って大きすぎて使い道がないんじゃない？大きい方がかっこいいし、みんなに自慢できるからだよ。そんな理由で巨大化させたんだ。あたいは実用性よりもかっこいいかの方が大事だと思っているから。そっちの方がキルノちゃんらしいか。そして、後世の人はこんな大きな銅鐸何のために作られたんだと真剣に悩むって感じだよね。実際にはかっこいいからとか、そんな理由だったとしても。銅鐸にはよく見ると、人間、鹿、魚、イノシシなどの動物の絵が描かれたりしているものもある。弥生時代といえば米を思い浮かべる人も多いと思うんだけど、当然ながら弥生人は米ばかりを食べていたわけではなく、狩りもしていたんだろう。銅鐸の絵を見ると人間が狩りをしているようなところも見受けられますから、今の銅鐸の話は関川さんの書籍には書いてありませんので、あしからず。その点はよろしくお願いいたします。前回の復習でもあるんだけど、弥生時代の銅鐸文化は大和の西からやってきて東に移り、後半に入ると東の方では近江、東海系の土器も流入している。大和では出土物を見ると東方系のつながりが多く見出され、西方との関わり合いが薄くなる。古墳は大和から河内の方に広がっていくんだけど、銅鐸に関しては河内の方から大和に広がっていったことになるぜ。古墳と銅鐸の広がりって反対であり、逆流しているとも言えそうですね。銅鐸の終焉の地が巻き向く遺跡だというのも注目するポイントだ。銅鐸と銅鏡って似ているんだけど別物であり、銅鐸は大陸の遺物ってわけでもなく、九州よりも東の地域のものであり、古墳につながるような遺物ではないということなんだよね。こうやって一つ一つ解いていくと、難しそうな考古学もわかってくるような感じがしますよね。近畿地方において、弥生時代から古墳時代への変化を銅鐸から銅鏡へとするキャッチフレーズもある。弥生時代の近畿において代表的なのは、銅鏡ではなくあくまでも銅鐸文化ですから。大和において北部九州と比較できるような青銅祭器は銅鐸のみであるとも言えるだろう。でも、大和って銅鐸が活発な地域ってわけでもなく、北部九州と比較できるような遺物もない感じなんだよね。大和の弥生時代の遺跡からは主張簿らしきものが確認されておらず、墳墓出土の銅鏡も皆無と言ってよいだろう。義は邪馬台国の卑弥呼に銅鏡100枚を貸しした話があるのに、
大和では中国境の出土もほとんどないんだよね。大和では鏡の保有という概念がなかったのではないかとすら思えてくるわけだ。古墳時代になれば大和でも副葬品として銅鏡が出てくるわけなんですけど、大和大国と銅鏡を強く結びつけることは非常に多く、大和の古墳から銅鏡が発見されると、やっぱり大和大国は大和にあったんだ、近畿地方にあったに違いないとなりやすい。でも弥生時代の遺跡からは中国製の銅鏡が出てこない状態なんだよね。ウプ主の意見も入るんだけど、少し前に富雄丸山古墳が話題になったわけだ。富雄丸山古墳は奈良県の奈良市にあり、4世紀後半に築造された古墳だとされているんだけど、卑弥呼が魏に朝貢して銅鏡100枚を得たのが238年だとされているぜ。富雄丸山古墳の築造が4世紀後半で380年頃だと仮定したとして、次のようなことにはならないでしょうか。フランクに描いております。ついに領主がなくなってしまったね。良い領主だったのに残念だよ。そうだ、あの人は名君だったんだから、古墳にすごい副葬品も埋葬するように働きかけようよ。だったら、卑弥呼様からもらったとされる銅鏡なんていいんじゃない。でも、それって100年以上前から伝わっているものだし、副葬品にしちゃっていいのかしら。いろいろとお世話になった人だし、新しい殿様にも言ってみようよ。そうだね。240年頃に魏から銅鏡をもらい受け古墳に埋めたのが140年後ってことは、数世代にわたって保管され古墳に埋めたってことになるわけだ。鏡の伝承が行われたってことになるんですよね。この話は三角淵神獣鏡の話とともにまたやるんだけど、関川さんは鏡の伝承に関しては理解できるものではないと述べているわけだ。邪馬台国と銅鏡を結びつけている人だと、怒られそうな話なんだけど、確かになぁとも感じるんだよね。銅鏡が弥生時代の遺跡から見つからないこともあり、大和と邪馬台国において銅鐸や銅鏡で接点を見出すことが難しい。大和の古墳から銅鏡が発見された。大和大国は大和にあったに違いないと言いたい気持ちもわかるんですが。大和の地形を見ると周囲は山に囲まれ、盆地内の小さな河川は全て大和川に集まり、県愛な亀の瀬を抜けながら大阪湾に流れるようになっているぜ。前にも言ったんですけど、大和って封鎖地形なんですよね。大和は封鎖地形であるがゆえに他地域との交易を考えると、決して有利とは言えないだろう。山に囲まれているから大和に入るのも大変でしょうから、大和の弥生遺跡が長く継続する理由は、外部からの影響を受けにくいことが原因だとも言える。でも弥生時代の大和の隔絶したような感じは、邪馬台国のような外交を活発に行うような行動に反するものじゃないかしら。邪馬台国は様々な国を支配下に置き、中華にまで手を伸ばしたほどですからね。大和の巻向遺跡に関しても、九州の吉野ヶ里遺跡を代表するような防御施設である環壕も発見されておらず、巻向遺跡は開放的なものとなっているぜ。巻向遺跡って、当時だと日本最大の都市だと思うんだけど、やけに無防備なところがあるんだよね。巻向遺跡の背後には大古墳群があり、他の遺跡では見ることができないような立地となっているんだぜ。巻向遺跡が最も拡充した時代の前後に、箸墓古墳も造営されたってのも注目する部分でしょうね。箸墓古墳は邪馬台国大和説では卑弥呼の陵墓だともされているんだけど、危機の記述を見る限りでは大和ととひももそ姫の御事のお墓ということになっている。そうなると今度は、大和ととひももそ姫の御事と卑弥呼が同一人物なんていう説が生まれてしまうわけなんだけど、巻向遺跡を見ても東方系の土器が多く、金属器や大陸系の遺物は少ないわけだ。巻向遺跡を見ても邪馬台国と深いつながりがあったはずである北部九州の名国や伊都国との交流を認めることはできないんだよね。邪馬を見ていると、弥生時代がこれでよく大型古墳が誕生したなぁ、とも感じてしまうんですが。巻向遺跡が成立し、規模の拡大が続き、ついには大古墳群の造営にまでことは至ってしまうわけだ。巻向遺跡が大型化した結果として、大古墳群も誕生したって感じでしょうね。それでいて巻向遺跡って大陸系の遺物がほとんどなく、対外交流は少ないと見て取れるんですから。巻向遺跡が邪馬台国と見た場合に、あまりにも大陸とのつながりが希薄であり、巻向遺跡に邪馬台国があったようには思えない。古墳時代の初期で日本の最大の都市は巻向遺跡だったことは間違いないと思うんだけど、邪馬台国
って感じがしないんだよね。マキムク遺跡や箸墓古墳を見る限りで様々な面で北部九州に比べると、邪馬台国の色は極めて少ないと言えるだろう。関川さんは大和の遺跡の事実を見る限りだと、マキムク遺跡は地域、性格、時代も全く絵にする遺跡ではないかと述べているんだよね。前回の動画から見てくれた方ならよくわかると思いますが、大和と邪馬台国の接点が見出せないって感じですから。大和の遺跡を見る限りだと魏志倭人伝に登場する倭国の実情とはかけ離れていると言っても良いだろう。大和には中国文化の影響がほぼ見られないわけですからね。弥生時代の後期や庄内期の遺跡と対照的なのが、古墳時代中期に該当する5世紀の状況だ。5世紀って言えば、みんな大好き和の王の時代ですね。倭国は空白の150年を終えて、421年に中国の南朝の宋へ倭王さんが朝貢を行ったんだよね。倭王さん及び倭の王に関しては、すべて動画にしてあります。5世紀に大阪平野や奈良盆地には巨大古墳が誕生し、列島の中心地は間違いなく河内や大和だった。古墳時代中期の遺跡を発掘すると半頭径の土器や馬の早骨などが出土するわけですから。5世紀になると、弥生時代の遺跡とは打って変わり、大陸とのつながりは明らかになるわけですから。3世紀の大和だと大陸とのつながりが全然見えず、本当に北部九州の糸国に一大卒を設置したり、九州の諸国を監視したり、魏に朝貢を行ったようには思えないわけだ。5世紀のような状況が弥生時代の遺跡からも見えてくれば話は変わってくるんですが、邪馬台国の卑弥呼は238年に芝居が妖刀高尊氏を滅ぼすと、すかさず朝鮮半島にある大砲軍に使者を派遣している。卑弥呼の対応の速さを考えると、どうしても朝鮮半島の情勢を熟知していたように感じるんだよね。大和の弥生遺跡では大陸の遺物が発見されておらず、朝鮮半島とのつながりは薄いと感じるわけだ。つながりの希薄さを補う何らかのものがあれば別だとは思うんですが、次回は箸墓古墳と邪馬台国を題材にしたいと思うぜ。タイトルは変わるかもしれませんが、よろしくお願いいたします。それじゃ、今回はこの辺で終わりにしておきたいと思います。この動画が面白かったらチャンネル登録、スーパーサンクス及び概要欄からブログなども見てくれましたら嬉しく思います。それを励みとし動画作成を頑張ります。最後までご視聴ありがとうございました。次回もよろしくです。